はい、今回は盛岡市本町通り2丁目売りビル1500万円のご紹介です。4フロアすべて空きになってますので、自社ビルとしてお使いになりたい方、また収益物件として使いたい方、あるいは、自社ビル持って他のフロア貸して収益物件という方にもよろしいかと思います。場所は岩手医大の渡り廊下のところのですね、すぐ北側になります。こちら平面図です。地下1階と、地上3階ですね。図面のこう四角く見ているところが鉄骨ですので、それ以外のところはこうパーテーションは自由にできます。こちらですね、過去実入ってた時の賃料です。坪あたり、おしなべて5000円というところですね。はい、ただいま中央通り道民インさんの前に出ました。市役所県庁方面に向かっております。映画館通り通り過ぎましたね。はい、岩手銀行さんの本店、こちらから左折です。裁判所のところですね、石割桜、岩泉街道の方に入っていきます。岩手医大のこちらの渡り廊下通り過ぎましたら、すぐに左側です。はい、こちらです。この1階部分のですね、赤く見えているところが、地下の店舗に入る入り口のところになります。直近はラーメン屋さんが 3,4 年前まで入ってたということです。2階はリラクゼーションが入ってたんでしょうかね。はい、それでは地下から見ていきましょう。電気が入ってませんのでですね、本当に真っ暗ですけど、もうちょっと申し訳ございません。現状回復のない、契約だったんでしょうね。よくショッピングモールとかですね、そういったところの飲食店だと本当に現状回復で何百万なんていう話も聞きますけど、こういった雑居ビルの場合だと、そのままですね、次の配に入る方がまた、その料理に合わせた、内装にしていくという形だと思います。トイレと洗面所ですね、手洗い場ついてます。はい、では1階行ってみましょう。1階といってもこういった階段を上って 0.5 階というんでしょうかね、1段高くなってます。はい、では中見てみましょう。玄関入ってもう一度ですね、こちらにドアがついてましたね。こちらは一番最近まで入ってたところなんでしょうかね。クロスも、綺麗でしたし、カーペットも綺麗でした。街中、本当本町通り2丁目というか、もう内丸界隈なんですが、周りがですね、駐車場だったり開けてるので、すごく日当たりがいい物件でした。キッチンですね。ガスは都市ガスです。各階に、流しとですね、あとはトイレもついてます。はい、こちらが2階です。
ちらもこう2つに仕切られてましたね。東側の方のあの道路側っていうんですかね、こちらです。事務所に使ってたんでしょうかね。これだとこう個人事務所で使うにはちょっと広いかもわからないですけど、まあ、2,3 人あるいは接客スペースを取って、個人事務所みたいな方にでもいいのかもしれませんね。ワンフロア18坪といっても、あの廊下の部分とか差し引くと、まあ、実質、15から16坪ぐらいかと思います。はい、続いて3階です。この柱の部分が鉄骨入っているところですね。これは取れない部分です。すごく明るいですね。事務所の場合ですとですね、きちっとこう、家主さんの方でクロス張り替えて、床もですね張り替えて現状回復ありっていう貸し方に変えてもよろしいかと思います。はい、では平面図のおさらいです。このようになってます。全部で75坪の建坪がございます。固定資産税は、令和2年、土地建物ですね、都市計画税も含め年間20万400円でした。昭和55年築ということですね。新耐震構造ではありません。築年数経っておりますので、屋根や外壁からの水漏れの心配も否めません。現状は私となりますので、もしご検討なさる方は専門家の方に一度見てもらうことをお勧めします。ご視聴いただきましてありがとうございました。